藍津若松市の起き上がりこぼし、起き上がりこぼしは、福島県藍津地方に古くから伝わる縁起物、郷土玩具の一種。木姫とも言う。藍津の人にとっては、赤べこの次に馴染みのある郷土玩具である。地語をかたどった可愛らしさがある。藍津地方では、このこぼしを十日市という毎年1月10日に行われる初一の縁日で家族の人数プラス1。 こう購入し一年間神棚などに飾る。何度倒しても起き上がることから、七転八起の精神を含有している。縁起物としての機能としては、無病息災、家内安全など、家族の人数より一個多く購入するのは、家族が増えますようにという願いから生じた慣習である。なお買い求める際は、実際に倒してみて起き上がるものを選ぶとよい。 購入できる店には、起き上がるかどうか確認するための場所があることが多い。基本構造は、だるまと同じであり、本体中心下部に重りを入れることにより、倒しても起き上がるというギミックを可能にしている。円錐に近い形で、大きさは高さ3センチ、胴回りは7センチ程度で手のひらに乗る。色は、顔の部分は白で、下半分の胴体は赤が多いが、最近は、 色々な色が登場している。頭部及び眉、目、口は黒で描かれているが手作りのため、それぞれ表情が違うので、温かみが感じられる。古くは400年前に、合図藩主、ガモウジが藩主にこぼしを作らせ、正月に売らせたのが始まりと言われる。2011年の東日本大震災からの、 復興応援の一つとして、2013年に、高田健造の発起で、世界のアーティストによる、起き上がりこぼし、絵付けプロジェクト、起き上がりこぼしプロジェクト、フロムヨーロッパが開始された。基本データ起き上がりこぼしプロジェクトフロムヨーロッパ、ありがとうございます。